どこから始まってんだよっていうことなんですけど、まあもうちょっとしたことですよ。これはもうちょっとしたことなんですけど、うん、なんかネットニュースっていうのかな。まあいろんな記事がこうネットニュースとしてね、いろんなところでこう見れたりするわけで、まあスマホとか見てるとこうなんか記事が出てるじゃないですか。じゃあ例えばなんかのね、スポーツの記事、サッカーの記事で、えーと、 えっとまあ、じゃあ何でしょうねキングカズの伝説みたいな今までの経歴みたいなニュースがあるとしてあこれなんだろうって読むじゃないですか、まあ、ちゃんとした記事だとして読むそこを押すじゃないですかあの3ページ目からとかになってる時ないですかどこにリンクしてんだよ 絶対1ページ目から読みたいだろう。その3ページ目が、ジャッキングカズの経歴になってるわけじゃないですよ。1ページ目から読まなきゃ、ブラジルの時から書いてあって、急に、あの、違うとこになってるわけですからね。この見出しは3ページ目ですよっていうことじゃなく、なんでかわかんないけど、3ページ目にリンクしてる時があるんですよ。 でもっと立ち悪いのは気づかないですからねあれなんか読みづらいなこれな,なんだ急にと思って下の方にこうスクロールしていくとこう12345の3のとこが青くなってていや3ページ目じゃねえかこれっていうあれ何ですか僕だけじゃないですよねなんかちゃんとしたネットニュースですよっていうとこだとなってないかもしれないけどなんか検索のところでなんかバーって出てるのを見ると2ページ目とか3ページ目とか4ページ目とかに 飛ぶんんでですすけど何やってるんですかそのページからそう貼り付けちゃってんのそんな手法的なミスしてんのどういうことなんだろうなとにかく読みづらいしそっからまた戻んなきゃいけないからねこっちでもういいやってなっちゃいますよ読んでほしくてやってるんでしょうけど読んでほしくてやってるべきものが何でそうなってんだろうコンピューターがやってんのかなコンピューターがなんかをこう感知してそれがポーンって出てんのかな 3ページ目がそんなことなるかなうーん。まあわかんない。どの記事もそうです。じゃキングカズでもいいですよ。1ページ目にブラジルの時、2ページ目に J リーグ、3ページ目にクロアチアとか、こう、もしなってたとして、そんなに都合良くなってりゃいいけど、そんなこともないからね。文章の途中だから。のである。とかから始まるからね。うん。どうなんでしょうか。考えてほしい。それはなんとかしてほしいです。 うん、僕だけかな。それはまあスマホの機種によってとか見てるページによって違ったりするんでしょうけど、もしそういうことあるんなら、あのー、ね、みんなも嫌な思いしてるだろうから。うん、そんな難しい話じゃないでしょう。改善できることだと思うんで。のであるから始まっても。のであるからの文章あるんだら斬新すぎるなとはなるよ、こっちは。のであるから始まるそんなのあんの我が輩は猫であるとかあるけど。 であるからはないでしょさすがに。さすがに読まないよ。さすがにその名作として残んないよ。我が輩はやっぱ猫であるっていうのはいいけど、であるじゃん、もう全然。名前はまだないじゃないんだよ。何もねえじゃねえかよ。何かもわかんないんだから。名前はまだないじゃないんだよ。何にもないよ。何にもないじゃん。であるって言われても。それと一緒ですからね。うん。直してください。お願いします。 さようなら